隊長、ここから少し南にユエル市民のキャンプ地があるぜ。ユエル市のことを市民の皆さんに聞いてみたらどうかな。そうだな、行ってみよう。ここがユエル市民の避難キャンプか。思ったより人が少ないな。ユエル市は人口の多い都市だったはずだが。これで大丈夫です。痛むようだったらまた呼んでくださいね。ありがとう、コゼット。君も少しは休むんだよ。はい、でも怪我してる方はまだまだいますから。次は、あれ、あの、もしかして皆さんは兵隊さんですか？そうだけど、何か？本当ですか？やった！やっと助けに来てくれたんですね。そうだが、まさかそんなに喜ばれるとは思わなかったな。私、このキャンプで治療のお手伝いをしているコゼットと言います。ねえ、せっかくだからコゼットちゃんに話を聞いてみようよ。そうだな、よかったらユエル市内の状況を教えてくれないか。市内の状況ですか？今のユエル市は、ふん、市内には市民が一人もいないのか。はい、帝国軍の拠点として占領されて、民間人は出入り禁止に。戦闘で家族とはぐれた人がたくさんいるのに、探しにも行けないんです。そうなのか。市内にユエル市民がいないのでは偽装する意味がないな。やめようよ、ユエル市の人たちに迷惑をかけたくないわ。だが命令違反はできない。だったら命令を変えさせたらどうだ。うん、やってみるか。よう、久しぶりだな、クルト。まだ生きてたのか。今の俺はセブンだ。おっと、そうだったな。で、俺たちに何の用だ。今回の任務について報告がある。現在のユエル氏は、市内に市民がいないから偽装は意味がないだと？他の手段を考えるべきだと思うのだが。じゃあそうしろ。大隊長殿には伝えておいてやる。ユエル氏の通用門を破壊できれば手段はどうでもいい。お前らは市内に潜入して必ず破壊工作を成功させるんだ。了解。偽装しなくていいのは嬉しいけど、どうやって市内に入るの？その方法を求めてキャンプに来たんだ。あ、兵隊さん、ご苦労様です。コゼット、夜も働いてるのか。はい、人手が足りないですから、怪我人が多すぎて。ちゃんと休まないとあなたも倒れてしまうわよ。ええ、でも動いていないと悲しくなっちゃうから。そう。コゼット、市内に入る方法はないだろうか。ユエル氏を帝国軍から取り戻すために中へ入らねばならないんだ。そうですね、私の家の近くにある浅い用水路が確か市街まで続いていたはずですけど、どうですか？本当か。水路の場所を教えてくれ。私が市内まで案内します。私の家の近くに出れば安全ですけど、間違って市の中央に行ってしまうと危険ですから。分かった、君は俺が責任を持って守る。案内を頼む、コゼット。はい。
ユエル氏守備隊の隊長殿はあなたか。なんだ貴様は。イェーガー将軍の要請で予備部隊として派遣された特別遊撃隊のジグ少尉です。イェーガー将軍が貴様のようなダルクス人を呼んだらどう。聞いていないのですか。予備部隊の件は聞いていた。しかしダルクス人が来るとは聞いていない。人種は関係ないだろう。そんなことより警備体制は万全なのか。市内を巡回警備している兵が全くいないのが気になるんだが。貴様のようなダルクス人の小僧が指図するな。予備部隊らしく奥に引っ込んでいろ。出番がないならそれでいいが、後悔するなよ。着きました。市内です。よし、各自戦闘準備、破壊工作を開始する。私も皆さんと一緒に戦います。Thank you.
了解だ。敵発見。ただ行くのに。私の番ね。力が湧いてきた。味方だ、撃つな。おい、まだか。そこね。撃破したわ。やる。私の番ね。うん、やれる。俺に任せろ。
やりますよ。 動くな。 敵撃破。 はいはい、狙われてるぞ。 当たれ。
敵撃破。待て、分かったよ。悪く思うな。敵撃破。今がチャンスだ。するぞ。私の番ね。当てる。問題ない。嫌いじゃない。さあさあ当てる。ここが正念場だ。
組んでくれ。発見した。敵発見。そこだ。敵発見。行動開始する。当てる。